はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回プレイしていくのはですね、MLB ザショーの15ですね。日本人投手の活躍を、追っていくっていうことで、先日岩隈がね先発したゲームがあったと思いますので、その様子をねプレイしてみたいと思います。岩隈が先発したのが14日、マリナーズシアトルマリナーズ、こちらですね。マリナーズとこれはドジャースの試合ですね。早速やってみましょう。残念ながら岩隈の方は敗戦投手になったゲームだったですかね、もしかしたらね。MLB ザショーの中では勝たせてあげたい。岩隈は、このゲームで何回で降板してるのかな、ちょっとね忘れちゃいましたけど、勝利投手の権利は、ね、得ることなく降板してたと思いますので、せめてこの中だけでも頑張ってもらいたいと思います。まずは岩隈の、ところまで、ハーフイニング進めましょう。そして岩隈ですね、まずはストレートちょっと見ておきますか。あとはスプリットはやっぱりみんな持ってんだな。結構キレありますね、こうやって見ると。あとスライダー、ここまでは田中将大と同じ球種ですね。で、あとシンカー、これは結構使い勝手が良さそう。あとはカーブですね。どれも使いやすいボールかなっていう感じはしますね。もう一回ストレート、ストレートの球速がどれくらい出るかですね。あとはシンカー。はい、それでは早速、1番バッターを迎えてきました。ローリンズですね。まずはキャッチャーの要求通りシンカーから入っていきます。外角にね、いいところに決まりました。で、スプリットを外角に要求してます。スプリットちょっとコントロールが定まらなかった。内角にストレート、いいですね。次はスプリットで落としましょう。で、空振り三振欲しい。ボールが戻ってきた。いいボール、ツーストライクから最後はストレート。これは三塁線ファールボール。そしたらキャッチャーの要求はシンカーなんですけども、スプリットで空振りが欲しい。これはレフトフライですね。ちょっと守備に不安があるんですよね、自分の、僕の守備、特にフライの落下点に入るのがちょっと苦手なんですけど、今のはうまく、落下点に入ることができました。Yeah, those are the ones you like to start in that bat, especially your first time up. I agree. Give me a nice easy one in the dirt that I can take so I can really get ahead in that count early. Now a ball hit back up the middle. In time to first and there are two away. ここまで無難に立ち上がってます。そしてゴンザレスを迎えます。内角です。いいですね。狙い通りのボール。ピッチャーは今日は何を選択しましょう。これもいいですね。That's in there. And he's deep in the hole now, 0-2.
スプリットで空振り三振が欲しい。大学の低めを狙います。狙い通りの大学が来ましたので、今度は内角にストレート、いいですね。空振り三振じゃない、見逃し三振。1回の表は無難に立ち上がりました。さあ、またハーフイニング進めます。ここでマリナーズが先制してますね。さあ、ケンドリックを向かいまして、2回の表の岩隈、おー、危ない危ない今みたいな感じになっちゃうんですよね、フライ入る時に。さあ、スプリットから入っていきます。次はストレートを外角に放っていきましょう。2球で追い込みました。そしたらボールになってもいいぐらいのスプリットで空振りを狙います。いいですね。悔しがってますね。そしてイーヒアを迎えます。まずはストレート、内角の高め、一番バットが出づらいところ。進化。いいですね、この進化はすごくいいところになりました。そしたらこんなスプリットで空振りが欲しい。いいですね、ナイスプレー。ここまで順調に立ち上がってきてますね。さあ、ここはドジャースとじゃないや、ハーフイニング進めましょう。さあ、1球目、3回の表はスライダーから入っていきます。ここまでランナーを一人も出してないですからね。ここもスライダーです。振ってくれないか。非常にいいところに行ったんですけどね。全力ストレート、90マイルで出てますね。1マイルが、1.6 キロに相当しますから、90マイルだとね、それに 1.6 をかけたら日本でいうとこの時速何キロっていうのになります。なので100マイルっていうのが出たら、時速160キロのボールを投げたっていうことになりますね。最初のバッターは空振り三振。スライダーは切れてるな、やっぱ今日。キャッチャーの横もスライダー多いですね、ここに来て。そしたらシンカー、ちょっと外角に今度逆に曲がるシンカーを。これは内野安打か。急にやっぱりランナーが出ると難しくなるんですよね。送りバントは成功しまして、ツーアウトランナー二塁という場面ですね。そして1番のローリンズに戻ってきました。シンカーから入りましょう。もう1球シンカー行きたいけど、ストレートを選択。危ない甘い球でしたけど見逃してくれましたね。そしたらスプリットで空振りが欲しい。いいですね。スリーアウトです。
And the throw to first will indeed get him. It's a strikeout score of 2-3, and the inning is over. Mike Zunino will stand in now to get us going here in the fourth. さあ、ヒットね、1本許してしまいましたが、ここまで順調ですね。3点リードと変わって、4回の裏の岩倉のピッチング、これは切れるね。バント結構使っていますね。わー、これもいいとこですね。これでワンアウトじゃない、ノーアウトランナー一塁か。そしたらまずはストレートからランナーね、走ってくる可能性もありますからね。足は速い。どうしてもスピードボールが多くなります。で、ワンボールツーストライク追い込んで、ボールになってもいい瞬間。ここはファールボールですね。そしたらスプリットで空振り三振が欲しい。これはセンターフライです。ランナーも進めずというところで、ワンアウトランナー一塁でケンドリックを迎えます。まずはスプリットから、次はストレート、同じようなところにストレートを投げたい。いいですね、外角の本当にギリギリのところですね。そしたらボールになってもいいスライダーで1球見ます。で、今度は逆に曲がるシンカーを内角に。うわー、入ってないか。いいところに投げたんですけどね。そしたらスプリット空振り三振。いいですね。さあ、グランダルを迎えて、これを抑えればノーアウトでランナーを出しましたけどね、この回も抑えられそう。うわー、守備のミスが出た。守備のミスが出てしまった。ちょっとね、守備がプロ野球スピリッツとか、あとパワープロよりも結構落下点とかボールの場所に入るのがシビアなんですよね。今のももう完全にゴロが転がってくるところに入ったつもりだったんですけど、ちょっとずれてたみたいでスルーされてしまいましたからね。そこがもしこのゲーム、MLB 買う方は、ね、最初戸惑ってしまうかもしれない。で、喋ってる間にカウントが3ボール1ストライクとなっています。そんなシンカーを放りたい。ここは何としても抑えたいところですからね。オッケー、これは嬉しい。空振り三振です。お手上げって感じですね。岩隈はもうこれくらいの回で確か崩れたと思うんですけど、頑張ってくれてますね、ここではね。まずはストレートか。もう一球キャッチャーの手が高めのストレートを予定しています。真ん中に行っちゃいましたね。そしたらキャッチャーはもう一球ストレートですけど、ここはスライダーを選択。で、追い込んだんで、スプリット落ちる球で空振り三振が欲しい。やっぱり守備に不安があるんで、どうしても空振りが取れるボールで勝負したくなっちゃうんですよね。これは落下点に入りました。
will stand in. A base hit his first time around. Now a fastball that couldn't quite find the zone. It's 1-1. 今のはかなりコースを攻めたいいボールだったと思ったんですけどね。これは切れるか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 。切れますね。And it in fact lands in the corner foul. Here comes the 1-1.And this is going to be a foul ball. 2球で追い込みましたんで、スプリットで空振り三振が欲しい。これはバットを折りました。さあ、ターナーを迎えます。ピンチヒッター、代打ですね。ジャスティン・ターナー。ドジャースといったらまだあのノモのイメージがあるんですけど、まあ、そういう意味では結構日本人にも馴染みのあるね。やっちまった。今のはねシングルヒットにできた打球でしたけどね。さあローリンズ1番バッターに戻ってきました。They're not out of this thing by a long shot. シンカーを放ります。これも内野安打ですね。シンカーだったんですね。よく抜けないで抑えてくれましたけどね。さあここで点を許したくない。一度コースを狙っていきましょう。ストレート。もう一球ストレート。今度は外角に放ります。でもファールボールになりましたね。2ボール1ストライクからキャッチャー、ここストレートで押せっていうような指示ですか。これは抑えられるか。危なかった。今の守備もかなり危ない守備になっちゃいましたけど、まあ、なんとか、失点することなく、抑えることができましたね。さあ6回の裏、ウガクマのピッチング、まだ球数は70球ですからね、もうちょっと投げられます。今のスライダーでファールを取ってカウントを整えました。ワンボールワンストライク。でここで初めてカーブの要求が出ました。ちょっと振ってはくれなかった。確かにな、このストレートからカーブとかで急速に差が出るようなボールを投げるといいかもしれないですね。大飛球ですけど、ファールボール。これは当てられましたね。そしたらシンカーで内野ゴロ。あんまりファールで粘られてもね、ちょっと嫌なんですけど、カーブでどうなる。これもファールか。もう一球カーブを要求してますね、キャッチャーね。ちょっと外れてしまった。ツーボールツーストライク。最後はもうストレートで勝負します。オッケー、空振り三振。ゴンザレスを空振りに来てくれました。悔しそう。そしてケンドリック。ハウィ・ケンドリックを stand in now. He flew out in his first time around and then was a strikeout victim last time. Lays off 1-0. Even though he's pitching well, this is a part of the order that he's really got to worry about. They can turn a good outing into a bad one pretty darn quick. Hard hit to third.今のはかなり吸収された感じでサードが動けませんでしたね。
出ますか？出ないですね。Yasmani Grandal will stand in. グランダルを迎えます。ここはゲッツーが欲しい。なんでちょっと動くボールで内野ゴロが欲しいですね。シンカーで内野ゴロ。ちょっとダメか。セカンドは間に合わなかったですね。球がちょっと遅かったんで。ツーアウトランナー2塁でイーヒアを迎えます。まずはストレート。スプリットもう当ててきましたね。スプリットでここで追い込みましたんでちょっと遊び球のカーブを投げましょう。おお、このカーブで空振り三振です。いいですね、今のも。田中は前回のあのプレーではちょっと失点をしてしまったんですけど、岩熊は実際は失点してますけどゲーム上ではすごくいい感じで来てます。7回の裏まで来ました。メジャーの選手って早打ちのイメージが多いんですけど、球数がね、90球に達してくるとベンチも交代をそろそろ考え始めるというのがメジャーの主流のようなんですよね。日本だとまあ100球超えても120球ぐらいまでだったら先発引っ張るってケースありますけど、メジャーだともう本当に100球ぐらいが一つの目安になってくるみたいなんで、できるだけストライクゾーンで勝負をするようなそういうピッチャーがやっぱ好まれるみたいですね。Oh, and he takes this one to the opposite field, high and deep to left center.これは大飛球でしたけどレフトが抑えました。一番いいのはもう初球を内野ゴロとかにしてくれるのが一番球数を抑えるという意味ではいいんですよね。キャッチャーの動きは内角にストレート。Here's the ball hit high in the air and fairly deep toward the right field corner. 危ない危ない危ない。And he will get there to make the running play. これでスリーアウトです。もう一回ぐらい行くかな？これ岩熊。Brandon Lee is out from the bullpen now as he'll be making his first appearance of this young season. どうでしょう。岩熊が。もう1回行きますね。8回の裏まで行きます、岩隈。この回に100球はまあ超えるでしょう。ストレート。進化。うわ。ここで2番バッターを迎えます。走ってくる可能性があるのでちょっと速いボールで勝負したいと思います。わお、これゲッツー崩しのスライディング。ナイススライディングでしたね。ゲッツーになるかなと思ったんだけどな。厳しいな、やっぱメジャーの今のはザ・メジャーって感じのプレーだったと思いますけど。さあ今度こそゲッツーが欲しい。One thing we've seen from this guy on the mound so far, when he makes bad pitches, they typically miss out of the strike zone. They don't miss. うわー、ファンブルした。今のまさに本当にゲッツー狙えるようなボールだったんですけどね、ショートがファンブルしましたね。当たりがそんなに良かったようにも見えなかったんですか。
And at the very least, another hit here could be enough for them to avoid the shutout. And that's on the outside corner for a strike. And you know, whenever he's been in trouble on the mound, he's found a way to turn things around. That's a good job. いいですね。Now hold that thought as the play is made out there for round number three, and the side is retired. One left for LA. They can't chip in. 完封させるのかな、監督は。We'll move ahead in this one and pick up the action in the bottom of inning number 9. そうですね。岩隈完封で目指せっていうことですね。球数は106球になってます。Now with leading things off in their half of the ninth, as they'll try to do something to prevent being shut out. And whatever they've done for the first eight innings hasn't yielded a whole lot so far. いいですね。2球で追い込みました。そしたらスプリットで空振り三振を狙いに行きましょう。Swing and a ball hit softly on the ground.Throw to first is in time for the first out. Andre Ethier will try again. 0 for 3 thus far. まずはスプリットから入っていきましょう。 Now a ball hit hard towards center, and Ethier has a base hit. Center 前。Yeah, plenty of hits here so far, but not a lot to show for it in the run column.Maybe this can help turn that around as they get a man on here with just one away. ここはもうゲッツ狙いでしょう。どう考えても。ちょっとキャッチャーというかバッテリーミスが出ましたね。ワンアウトランナー二塁。ちょっとゲッツが狙えなくなりましたんで。これは切れますね。ここは空振り三振を取りに行くために。Now a ball hit hard towards the hole. Well into the outfield. ランナーが3塁に進みましたけど、これでツーアウトまでこぎつけました。Now the Dodgers are down to their final out. Jock Peterson will stand in now with their last shot here with two away in the ninth. Yeah, just one final hurdle here before he finishes off the shutout. 最後のバッターにできるか。まずは外角の高めのストレート。いいところに決まりました。で、今度はボールになってもいいスライダーです。1球見せ球。もう1球今度はストライクゾーンで動くスライダーを。ボールになってしまいましたが、キャッチャーはもう1球スライダーを要求しています。最後はスプリットで空振り三振になるか。Yeah, he was trying to do something dramatic right there, but when you think about it, これで3アウト。岩隈完封。ナイスピッチング。Get a complete game shutout from their starter as this ball game is over. どうでしたか、岩隈。完封劇ということで。すごくいいピッチングが見せられたと思いますね。この腕大丈夫かっていう肘の曲がり方してる。いやー、もう今日は岩隈に尽きるそういうゲーム。はい、というわけで、今回は岩隈の投球をご覧いただきました。次はですね、上原が初セーブを抑えたゲームあると思いますので、そちらの方もやっていきたいと思います。ぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。今回はここまで。